ておりまして、はい、はい、寝てしまっておりまして、で、あの阪神のユニフォームを着てます。ありがとうございます。ハート、あ、絶対ソホや、これソホの配信にいたよね。え、私行ってないですよ。あれ、私行ったっけ。ハートありがとう、ラブレターありがとうございます。あれ、私ソホの配信行ってないです。めっちゃ寝てました、さっきまでリビングのソファーでお母さんと一緒に唇ありがとう。あれ、もう帰ってないのに、ラブレターありがとうございます。唇ありがとうございます。あれ、髪結んだもの、うん、これ今さっき結びました。なんか頭がボサボサやったから。ハートありがとう。え、寝てましたよ私。それ絶対あれですよ、悪い人ですよ悪い人です。エスカイさん、私その時本当にね、あの大むくみをしてまして、顔が本当にこんなんで、もう本当にお母さんに顔が大むくみすぎて本当にどうしようって相談してるぐらいなんですよ。もう本当にめっちゃむくんでて、顔がなんか想像、なんかめっちゃその前日にめっちゃ顔ゴリゴリしたんですよ。なのにめっちゃ顔むくんじゃって、その次の日ほんまに最悪。ハートありがとうございます。え、そう、私寝起きめっちゃ機嫌悪いんですよ。だから今ちょっと機嫌悪い今なんかちょっと機嫌悪くて、今そうな、よくわかりましたね。今ちょっと機嫌悪い日なんですよ。ハートありがとう、唇ありがとうございます。そう、強すぎて腫れて、え、もうほんまに、みんなびっくりすると思う。なんかせっかくみんなが頑張ってくれたのに、本当に私顔がこんなんで、私本当になんかもうめっちゃ悲しくて、それが悲しい、私は悲しいよ、私は悲しい。超楽しみにしてたのに顔が本当にでかかった。見返したらもう本当に悲しい。あれどうにかならないんですかどうにもならないって分かってるんですけど。そう、もが来た、ありがとうございます。もが好き、ありがとう。そんなことないよって思うじゃん。本当にひどいんですよ、私の顔が本当にこんなんなんですね。え、もう本当にやだ。もうそれで私すごく楽しみなんですよ、楽しみなんですけど、そのね、友達に顔がパンパンすぎるっていう相談をしました。私はどんぶらこ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。いや、すごくパンパンなんですよね。でもみんなびっくりすると思う。ええ、ももちゃんももちゃん、こんばんは、こんばんは。唇ありがとう。そう、たまたま、そうたまたまなんですよ。可愛いのね、ありがとう、嬉しい。今日でこそデコ出し配信ですそう、あとめちゃくちゃすっぴんです。もう何にもしてない、何にもしてなさすぎてやばいんですけど。そうなの、リンゴちゃん。ショールームの加工、ショールームの加工そんなめっちゃ強くしてないですよ私。うん、褒められるぐらい私はしてない褒められるぐらいってどういうこと。ちょんまげかわちありがとう、なんかさん買うからありがとう、嬉しいちょんまげ、流れ星ありがとうございます。めっちゃ寝とったさっき、ほんまに。でもだいぶ今私不機嫌じゃなくなったから、そうちょっと学校して、え、うん、してるよ
もうなんならみんなしてると思う、うん、ショールームはメール取ってないです。前野さんこんな感じ。そうあれしてる、ちょっとだけ顔がちっちゃくなる、これぐらいしてる、ピュッてやってそう顔がパンパンなのでね、痩せないといけない。明日ごちゃ、そう早いよな、1週間過ぎるの。背番号あるないかも。え、睡眠不足。ゲーム配信、ゲーム配信私ちょっとだけ見てたんですよ。なんかマッシーさんが細すぎて、えって、マッシーさんすごい細い可愛いってなってました。そうそう、サホとずっと言ってた、マッシーさんが可愛いね、サホちゃん。背番号多分ない気がする。夜多分寝れへんかもしれん。おじゃんだけどめっちゃ眠気です。さっきまでちょっとめっちゃ爆睡してた、なんかちょっと今機嫌悪いかも。え、やんな、マッシーさんが超細くてなんか細いですってなったハートありがとうございます。私もマッシーさんくらい細くなりたいので頑張ります頑張ろうってなった。今日は5月最終日なのでね、え、絶対夜寝れないですよ私。もう私絶対夜寝れない。まあいいんですよ。ちょい引っかかったってことかな。じゃあ昨日の歌唱力の私のなんか写真とか上がってるので、あれがもう全部の無加工の私なので見てみてくださいあれが素の私の無加工の私なので見てみてで比べてみてそれでわかるはずです。これが無加工、これが加工とかはい、歌唱審査のやつはもう本当にね無加工状態のままなので見てみてくださいそれでブサイクだったらショックを受けてくださいブサイクならショックを受けてください。ぜひ、多分ショックを受けちゃうかも。夜泣きしないようにだけ、いや多分夜泣きしますねこれ、多分わからないんですけれども、そうごちゃにね、ごちゃで寝たらねもう本当にあれなんですよね、あのグースピーしちゃうんですよ。唇ありがとうございます。苦気ね、それな、そう私もほんまに頑張らないと、いっぱい寝ないと、え、そういっぱい寝ないか、こんばんこんばんは、無学校でも普通に可愛い、ありがとうハートありがとう、え、そう阪神ハートありがとう、唇ありがとう、なかなかおしゃれな服、え、そうデニムね、そう私服感強めな、口ポカーンとして見てます見て見て、え、ほんまにありがとう、嬉しい、トムロコありがとう、さて、お話しじゃあ聞こう、やった、なんでこちらが、え、無加工の私を見て全然違うじゃないかってなるかもしれん、少し泣いちゃった、あ、もう怒ります。ハームちゃんおはよう、おはよう、そう美容の敵なよね、ハートありがとう、え、こそうほんまにそうなんよ、あ、阪神に勝手にとってじゃあ10連勝、お、すごっ、マジか、劇場でもあってるコンサートでも見てるし、その上で押してる、やった、嬉しい、超嬉しい、やった、騙されてないじゃんありがとう、のぐちゃんこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう、なんかこれすっぴんって打っとこう、テロップに、すっぴんダフ無加工の方が好きなんですか、え、マジ嬉しいのかな、あでも嬉しい、私的には、私的には嬉しい、だって
何もやってない私、そのありのままの私が好きということなのでありがとうございます。ありがとう、いつでも可愛いって嬉しい。あ、そうそうそう、あのさ、あの生写真の赤ドレスが発売みたいで今日から、そう、あの見てみてください。ぜひ見てみてください。はい、ねドレス似合ってないかもしれないんですけど、あの私なりにはまあまあ可愛いじゃないかなって思い込んでます。はい、思い込んでるので、ぜひ皆さん買ってみてください。買ってみて、あ、ゲットしてみてください。かわしか、ありがとう、こんばんは、こんばんは。あのぜひ見に行ってみてほしい。で絶対チェキ当たると思いますチェキはほぼ当たるんじゃないかなと。はい、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。はい、いちごちゃんもねセクシー、え、ほんまにセクシーでした、やった。そう、セクシーももちゃんみたいなので、はい、ぜひぜひ。かわいい、ありがとう、ロンバラコ、ありがとう。当たるんじゃないでしょうか、当たるんじゃないでしょうかセクシーももちゃん赤ドレスなのでね、珍しい。一輪のバラ、ありがとうございます。チェケラチェケラ、でも可愛いけどももちゃんは人としてね、ありがとう、嬉しい。そうだから、ぜひ見に行ってみてね、グッドかも分かんないけど、そう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 、ありがとう、嬉しい。最近入ってない、あれおかしいな、私お祈りしてるんですけどね、おかしいね。マリーちゃん、一輪のバラ持って、え、一輪のバラ、ありがとう、すごい、一輪のバラありがとうじゃないですか。聞いてみてセクシーが育つかな、え、もう本当にセクシーですよ、ぜひ見に行ってみてくださいもうぜひセクシーなので、予選の話しないのかな、予選、唇ありがとうございます、こんばんは、こんばんは。そう、セクシーなのでぜひゲットよろしくお願いします。野田来た、ありがとうございます。はい、大人なのでね、私も今年の、いや、そう、もうすぐさ当たる気がする。え、ほんまに、もうすぐさ、私生誕のさグッズを書くというか提案というか、やるのでさやるのでさ、はい、なのですごく楽しみなので、皆さんもし発売されたら絶対な、絶対に、やばい、頭が回ってない、今、絶対にゲットしてください。もう本当に私の生誕はまだ何にもデザインしてないんですけどめっちゃなんか良すぎる気がするので、みんなに来てほしい。これは本当に、あの来てくれたら私本当にもう全員のT シャツとかにサインしたいんですけど、そんなことできないので、まあもうその次考えるんですけど、もう本当に私はまだ考えてないんです、考えてない、考えてるんですけど、まだデザインはできてないので、超楽しみにしててほしい。本当に本当に楽しみにしててほしい。もう多分みんな想像つかんと思う、もう見破られた人おらへんもん、この中に。あれ、なんでやろう、ここやってた、そうなの、なんでや
よろしくお願いします。なんで私触ってないの、ここ。お願いします。超楽しみ。今はニューヤクルト。あれなんでやろ、何も触ってないのに。怖っ、怖っ、怖っ。成人ですね。これ上にやってポンって当たったのか、よかった。反対に並んで、そう、来月やもん。え、だってさ、今日ナギが超可愛くてびっくりした。高校成人、そんなんやったっけ私今。え、私高校成人なんか言いました？私ヤクルト開けるのいつも こんなんなんです。ナギが超可愛くて、あれ、凪の生誕って買いたいもんな。こんばんは、こんばんは。いやでもね、凪の生誕ってよりももかの比べるのはあれなんですけど、ももかの生誕ってもきっといいはず。見てこれ、ほら超汚いでしょなので、そう、あ、言ったかも。最近高校成人ってよく言うもん私どっちあれって話なんけど、ナギがめっちゃ可愛くて、あれ欲しいねんな、あれ。そうそう、私最近親指が伸びてるからさ親指がさ、これ伸びてるから穴開けれるんですよ。だからこれ自慢なんです、最近この開け方イイッ、あ、来たね。え、そうだ、最近爪めっちゃ伸びてて切らないといけなくて、切ります、明日までに。そう、めっちゃ成長期、爪が。だから今私猫ちゃん私今猫ちゃんです。だからあの、私の前に悪い人とか来たらもう引っかいちゃう。ゴリ引っかきます。私今猫ちゃんなのでね、はい、猫ちゃんなので引っかきます。ガオーガオーです、はい、猫ちゃんなんですか。ハートありがとうございます。なんですか、セーライオン。ガオー、引っかれたい、引っかかれたい人生でした。私そうやって言うじゃないですか、多分なんかアイドルの、例えばアイドルってなんかニャーニャーニャーとかやるじゃないですか。だから私はそんな可愛い猫はすごい嫌なので、私はもう引っかきに行きます。だから例えばじゃあお話し会とかで猫のコスプレあって買ってほしいにゃんとか、よくなんかアイドルやるじゃないですか。でも私はもうそんな猫ちゃんは嫌でして、もう引っかきに行きます。もう威嚇とかする、もう威嚇とかします。はい、威嚇とかね、腰めっちゃ上げてもう威嚇とかしちゃうのでうん、はい、威嚇します。私はい、威嚇です。確認しよう、幸せです。あと私寝てましたので、今までずっと、はい、なので気をつけてほしい。こんばんは、こんばんは。あ、ありがとう。レボリューションじゃない、何だっけ、レインボースターじゃなくて、何だっけ、ラブレター、ありがとうございます。この度ね、かゆくなるらしいね、あれ。そんなん言っても本当に優しいんで知らないけど、いや、私は本当に
もう自分の言ったことは守る人なので、もう威嚇とかねします、何回も言うんですけど威嚇します。でもリュウション私めっちゃさっきまで機嫌悪かったんですけど、徐々にちょっとテンション上がってきましたね。今めっちゃお腹消化しようかも、かわいいお腹が。あ、やっぱ私猫やわ。だってさ猫ってさゴロ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 って言うやん、お腹。私言ってるもん今。だから私は今猫です、こんにちは猫です。こんにちは猫です。はい、猫ちゃんです。猫になったよ。そうそうそう、猫になったよです。おい猫な、何何引かないで。なぎちゃん推しがいくって威嚇されなかった。威嚇しないよ、私優しいもん。私の前で悪いことをした人しか引っかかないから。私は来て、そうだ、なぎ推しの方でも来てくれるってことはいいことしてくれてるから、いいことというか私的にはすごいありがたいことしてくれてるから、私は全然引っかくわけないよ。でも私のファンの方が違う子のところとかこっそりね行ってくるって言ったらいいけど、こっそりこっそりこんな感じでもうトゥルトゥルトゥルって忍者みたいにトコ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 って行って、ももちゃんには内緒だよとか言ってたら、私はもうこの伸び伸び爪で引っかいてやる、絶対引っかいてやる、絶対に引っかいてやる。そう言ってくれたらいいのに、ももちゃんには内緒だから、ももちゃんにバレたら引っかかれるから本当に言わないでみたいな、ふん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 、もうこの伸び伸び爪で引っかいてやる。え、いいよ全然、ももかんに言ってくれたら、言ってくれたらっていうか別に言わなくていいかも、うん、やっぱ話持った、やっぱ言わんくていいや。やっぱ言わんくていいや、言わんくていいけど、あ、言わ、あ、分かった、じゃあももかが怒るのは、もう、あ、ももちゃんだけですって、あ、分かった、はいはいはい、ももちゃんだけですって、黒歴、あ、もう黒歴史なんてなりません。私も生きてることを結構なんかいろんなことしてるので黒歴史がいっぱいあるので大丈夫、これぐらい、はい、なんかね、わかった、ももちゃん、ももちゃんしか来てません、あ、ももちゃんをもう愛しすぎて困ってますみたいなことを言ってる方がこっそり言ってたら、私はもうこの、この見えるか、この見えますか、この爪で引っかきます。そう、嘘つきダメ、だってもうか嘘ついたことないもん、ちょっとあるけど。ちょっとだけあった、ごめんごめんなさい、もうかちょっとだけ嘘ついたことあった。黒歴史いっぱいあるから大丈夫、え、私めっちゃ結構黒歴史がいっぱいあるから全然大丈夫、ありがとう、ごめんなさい、全然大丈夫ですよ、来てくださいぜひ、みんな来てね、みんな待ってます、みんなのこと、どうしよう、ありがとうございます。そう、嘘つきしたらダメなだけだから全然他のところの子にも言ってください、はい、嘘ついたことないとか言ったけど私嘘ついたことあった、ちょっとだけ、本人も NMB でも何人かいる。でも私言ってないから、そう、嘘ついてない、みんなに次何々ちゃんのとこ行ってくるって言ったから OK、 もちゃんだけです、遠くだから。嘘だね、嘘つきだねそれ、怖い、え、怖がらないで。怖がらないで、そう、嘘つきはダメだよ、嘘つきは怒られちゃうから、みんな気をつけてね。まいなちゃんとか、え、私も行きたいから、じゃあ一緒に行こうよ。私も一緒に行きたい、マリナさん、こんばんは、こんばんは、私もマリナさんの連一緒に行きたい、こんばんは、こんばんは、じゃあ一緒に行くか、みんな
暑い、今日が暑すぎる。歌唱力残念、そう残念でしたね、ほんまに早く歌いすぎました。電話しよう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 、なんか姫カットみたいになってる、ここの四角が。どんぶらこありがとう。あ、そうそう、私すごいこれ気になってたんですけどさ、気になってたんですけどさ、さっきから何なんですかこの語尾。なんかさ、私のさ、ありがたいことに応援コミュニティがあるじゃないですか、 X の方でそう、あれがね、私なんか最初の頃は結構なんかいっぱい私のこと書いてくれてたんですけど、最近なんか止まってる気がして気のせいかな。だからもしかしたら、そうそう、もしかしたら中身の中で動かしてくださってる方とできれば誰か交代していただきたい分からない、多分もしかその人がももかのことを飽きちゃったんかなと思いながらそう見てるので、もしそう、すごい私それめちゃくちゃ前からすごい気になってて、そうちょっとなんかみんながわーって、みんなのコミュニティさんがそう動いてるのを見てなんかすごい羨ましくなっちゃって、私もあれ自分で動かせないから、そうそう、だからもし誰か自分で言うのあれなんですけど、そうちょっとすごい私それがなんかこの間からすごく気になってたので、結構そう大変、そう知ってるんですよ、知ってるんですけど、なんかめちゃくちゃ止まってて時がね止まってるので、リツイートだけでもいいかなって思ってたんですけど、リツイートも止まっちゃってたので、そうだからね、もしあれだったら誰か変わっていただけたらなと思いましたね。えそう、今度にX がダメだからね、知らんか、大変そうな作人、作人じゃないと思うんですけどね、そうそうそう、でもねあるのはあるんですよ、推し変なのかな、そう本当にね止まっちゃってるんですね、そうそうそう、だからそれがすごい前から気になってるというか、ちょっとリツイートだけでもお願いしていいですかってなったので、もしよろしければお願いしたいです。そう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 なんですよ、もーちゃんできないですよ、もーちゃん持ってないのでアカウント、そうそう、でもそれ見たのがね本当にこの間見ただけなので、もしかして今動いてるかもしれないんですけど、そうだから思うかこれをここで言おうかすごい迷ってたんですけど、ちょっと言わないとなんかそうみんなの応援コミュニティさんが動いてるので、そうちょっといいなって思っちゃったので、もしよろしければよろしくお願いしますっていうのを言いたかったはい、それだけ、もうかそれだけこんばんは、こんばんは、開けました、あ開けました、そうなんですよ、そうなんですよね、なんて検索してるって出てくる、でも奥村もんかって調べて出てくるのかな、そう心配なんですよね、私も結婚してありがとう、400年後にしようね、そう私もちょっと心配してて今大丈夫かなって思ってて、そうなのそうなのそうなの、唇ありがとうございます、なんだってね、チャットがどんどん届くから、あーそういうことじゃチャットを送るのをちょっとだけ控えた方がいいのかな、そうなの、そう心配なの、一人かもね、そう大変大変なことを
していただいてるなってすごい思います。ごめんね本当に私のために。でもこれはすごく言いたくてちょっとここで言おうと思った。そういつ言おうかなって思ってて、そうどうしようどうしようどうしようってどうしようってめっちゃ考えてて、でもこれは言った方がいいと思って言いました。だから言いました。今ももちゃんは勇気を振り絞ってはい、嫌な思いをしたならごめんなさい。あれこれさ私さ電気がないからさ、そう大変そうなんですよね。電気がないからさリングライト今鏡でやってるんですよ。なんか実は鏡でやってるんですよ。そうあだから全然私あのちゃんとしてくださいっていうことを言ってなくて大丈夫かなっていうのと、もしよろしければリツイートだけでもしていただけたらなっていうのが本音なので、全然難しいこと言ってないので、はいよろしくお願いします。そうそうなの、そう鏡で私今やってて、だからスマホスタンドもないから今君の名はのチョコがけがバームクーヘンっていう箱の上に携帯置いてやってる。箱そう君の名はのお土産に上に立てて配信してる今で、今電気と鏡を反射させて今配信してる。プププププそうなんかちょっとだけ顔明るく見えるやろ、ちょっとテカってるやろ卵みたいに。そうこれは鏡と電気を反射させてる。そう映画のやつ、そう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 、ありがとう唇その環境だ。ないねんな。まあでも明日からあると思うから、明日もないか、明後日か、明後日からあると思うので。そうそうそう光を今駆使してる。どんぶらこありがとう。モカはダントツで可愛い。えほんまに言ってますの、ありがとう、そうやって言ってくれて。モちゃんはそうないんですよ、モカね X の X したいんですけどね、まだ私研究生だからできないみたいで。そうだから4期生だけのまとめてのアカウントはあるんですけど、そう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 、こんばんはこんばんはこんばんは、だいぶ前に入ったの。え中身ないよ。そうなんか箱がめっちゃ可愛いから箱置いてるねん。そうそうなんかね私めっちゃ君の名は好きで、そうありがとう嬉しい、もう来たありがとう。そうなんよ嬉しい。エクセルは何なん何やろね。確かにインスタもねやりたいですね。なんか待ちました、待ちましたよ、ありがとうみんな。今何時ですか、今日カラオケしたいの、5月最後やし。もーちゃんたちが投稿してるの、え私本当に私 SNS が超得意でして、もーちゃんヨガちゃんの時期、えなんで知ってるんですか、なんで知ってるの、みーちゃん頑張って昇格するでしょ、え頑張ってるから昇格、えありがとう、そうやって言ってくれて、フォローありがとう、ハートありがとう。なんかちょっと待って、もうかさ自分が話したこと全部忘れる、すぐにやばい、今話してる内容も全部忘れちゃった。うーんあ確かに、あそうか SNS なんですか、私 SNS が本当に得意で、炎上が得意、えもしかしてほんまに私炎上得意かも、得意とかじゃなくて分からなくてそれが。でもなんか本当に SNS が得意でして、私なんかあのバズるっていうか、なんかす
そう、バズる、バズるというか、なんでしょうなんて言ったらいいんでしょう、なんかバズるというか、なんか話題をすぐに、私はすぐに回収し、例えばじゃあなんて言うんでしょう、その前まで私はウッド配信で言ってた、カメを任せて大丈夫なんかその前までやってたそのおい笑えるっていうやつも、それあ、それ TikTok かな、そうで流行ってて、もうなんか全部流行りを吸収すぐできるんですよ。あ、レインボースターたくさんありがとうございます。そう、フォローありがとうございます。そう、おい笑えるとか、それ流行ってるんですよね。そうだから、そういうなんかネタとかそういうの動画とかなんか投稿したら、絶対にあ、今流行ってるやつやからみんな分かってくれるし、あ、この子面白いって なるかなと思うので、なんか私はすごい SNS とかそういうネット系もすごい、そう流行ってるんですよ。調べてみてよかったら、すごい面白いんで私はそうそう、だから結構得意かも。ハートありがとうございます。ラブエタありがとうございます。だからね、どっちかっていうとナギとかもうめちゃくちゃ得意な気がするな、あの子。そうそうそう、もう来た、ありがとうございます。そうそう、だからいつかね、おい指さすけど、おい笑える、誰もありがとうございます。ハートありがとうございます。11時になったらカラオケしようかな。そう、5月最後の日やし、今日悲しい、なんか5月最後って、5月最後だから、もしかしたら明日の配信はできたらするけど、多分できるかなそう、唇ありがとうございます。100日後のもんか、そう苦手って言ってた？そうなんよ、ネット？ほんまに？今日はそう、12時までかな。そう、早いんですよね。え、何苦手って言ってたんや、意外かも。ハートありがとうございます。そう、明日ごちゃなんですよ。そうなの、頑張れね。昼かな、昼でもね、お母さんとお父さんとねお出かけ行きたいなと思ってるし、最後だからそうだからちょっと迷ってます。え、そう、阪神タイガースのファンですよ。じゃん、頑張って、頑張る。むーちゃんかわいい、ありがとう、嬉しい。なるほどね、新潟もうすぐ帰るよあー、そう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 、あー、そうなの、そうなの、新潟なの。タイタニックでファンになりました。え、嬉しい、ほんまにありがとう。私タイタニック大好き。ちょっと待ってて、見て、うん、あれ、これカバーなくなってんねんけど、なんで、これカバーなくなってる。あれ、なんでカバーは、カバーさん、カバーはないねんけど、まあいっか、見れるし、まあいっかと、まあいっか。なんかさ、すごい、いっぱいある、ちゃんと残してくれてるんや。うーん、へえ、すごっ。あ、すいません、なんかごめんなさい、ごめんなさい、すいません、なんか集中しちゃってた、自分の部屋に感心して。
輪のバラありがとうございます。はじめまして、はじめまして、買いなよ。はじめまして、はじめまして、ありがとう。こんばんは、こんばんは。そう、そうだからね、本当にタイタニック好きなんよね私。はじめまして、はじめまして。なんか変な気分今。なんでしょうこれ。急になった。急になんか。一輪のバラありがとうございます。もう来た、ありがとう。トムラコありがとう。しらけた。急になんかふってなった、なんか。びっくりした今。どうしたの、大丈夫？うん、全然疲れてないよ。CM も映画館に4回。すごい、すごい、いいな。私4回も行けてない。映画館は1回しか行けてない。この前のなんかリバイバル放送みたいなやつしか生まれてなかった。いいな4回も。あ、来た、ありがとう。どんぶらこありがとうございます。喉が枯れた今一瞬。おい、笑えるの本気見てきた。え、そうやろ。お昼寝してる、お昼寝してる。美味しそうっすね。え、美味しそうっすね。かも、美味しそう。おい、笑えるっていう流れなんですけど、なんか微笑ましくて、なんかそれでバズってる日本が超可愛くて、超なんか微笑ましくなった。あれでバズってる日本が超可愛くて微笑ましすぎんって思った。そう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 。もう来た、ありがとうございます。ハートありがとう。え、お、あ、面白い、知ってる。そう、めっちゃ好き。ちょっと待って、ありがとうね。お、それももちゃんの初めてしました。そう、あれがめっちゃ面白くて最近ハマってる。そうなの。ハートありがとうございます。ももちゃんでした。ヤクルトめっちゃ好きなんです。もんかで、お母さんが2割引きやったらしいから買ってもらった。そう、20位までしかみたいですね。だから来年頑張りますね。なんか、ああ、そう、線ではない。もんちゃん、こんばん、こんばんは。やっほん。そう、2割引きはでかいってことで買ったらしい。いてててててて、2割引きってことは2割か5割ってどっちの方が割引されてるんですか。よかったら教えてください。来年が頑張る。2割と5割どっちの方が大きな割引なんですか。スピノーちゃん超かわいい、ありがとう。あ、5割なんですね。あ、なんか 50% は半額ってのは分かってたんですけど、なんか2割と5割ってなんか言い方がちょっと違うから、なんかもしかしたら2割やったらその半額にした2割ってことで、5割やったらなんか5個割ったから、その5分の1やから値段があんまり安くならへんのかと思った。そういうことか。ちょっと分かるもんかの言いたいこと。そういうことか。
あ、そういうことか。納得納得。今日でまた偉くなりました。2割が半額の方かと思った。難しいよね日本語って。難しいよね。難しい。あ、難しいよね。わかる？わかるよね。そう、そう。わかってくれてありがとう。なんかはいつもそんなことでいつも間違いをしております。もう。そう、難しいよね。難しいよ。そう、大人になった。よし、11時になったということで歌います。なんか来た、ありがとう。ププ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 プ。最悪、またアホバレたやん。知らへん人もおったはずやのに、音楽の頭の悪さ。まあいっか。あ、ちなみに10割引きは無料って意味。そんな店あるんですか？無料なんて10割引きとかあるんですか？そんなお店めっちゃ良くない？そんな、うん、かその店行きたい。でもお客さんに来てほしければ、ごめんなさい、お客さんは絶対10割引きの方が嬉しいから、私がお店にお店出すとしたら10割引きしてあげる。9割引きとかたまにあるね。え？びっくりしすぎてちょっとなんかちょっとえってなった。え？すごい、服屋さんでめっちゃ赤字じゃないですか、そんなん。そう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 、かなって思って、私割るにいいかな。難しいんですよね、なんか人生って、なんか人生って本当に難しくて、なんか人生難しいから私は簡単な人生を歩もうって思ってます。簡単な人生をこれから私は生きていければなって思ってます。そう、いてててて。これは黒歴史にカウントされますか？いや、私もっとひどい黒歴史がいっぱいあるので、全然こんなことで黒歴史って言ってられない。これはね、もう本当にあの本当もう明るい色の黄色歴史ぐらい。この話は黄色歴史。なんか私本当に黒歴史がいっぱいありすぎて、なんかね、私一回言われたことがあるのが、春菜と曽我部夢さんに面白い人生を歩みすぎててびっくりするって言われた。使っていきます。え、使っていってみ。これ黒歴史って聞かれたよ。黄色歴史ですけどっていう感じで。そう、私本当に私黄色歴史なんですよね。黒歴史は本当にね、学生時代ぐらいしかないね。ないんよね私。そう、
黄色歴史です。今日は今日は休憩を挟みながら行きますね。寝起きの歌声なので歌います。
早く切りすぎた。なぜ季節は
ちょっとだけ思い出し笑いしちゃったね。そう、夏曲をしました、やりました。今3曲、あか、急になんか思い出し笑いしちゃったありがとう、モモらしいシャーベットピンク、やった、モモらしいシャーベットピンクでした。本当にいい曲、可愛いですよね、この歌。本当に夏だってなります。なんかシャーベットピンク歌ったらちょっとだけ思い出し笑いしちゃうんです、最近。ということで、ありがとうはあ、また許可、一旦許可取りますね、一旦許可取ります。多分言っていいか分からんから一旦許可取りますね一旦許可取ってきます、その子にその子にちょっとだけ一旦許可取ってきますね。で、いいよって言われたまた
言います。いやシャーベットピンクを歌うとねたまにね、ま、え2本目じゃない、1本ずっと長く飲んでてそうそうそうなんですよ、ありがとう、分かりました。そう、まあでも同期なのは同期なのでまた聞いてきます。もう来た、ありがとう。そうちょっと面白いことがあってねああちょっとそうそうそうちょっとほんまにごめんなさい、笑いたくない、本当に笑いたくない、え本当に笑いたくない、いや本当に笑いたくないんですよ。なんでしかもなんでわかるんですか、なぎっていや本当にいや本当に笑いたくない、笑いたくないので、はい、笑わない、笑いません。そう笑う方に服着そう、そうふう言わないよ、言わない、言わないじゃない、笑わない、言わない、言わない、笑わない、笑わない、よし、あそう確かに、でもまだ何したかとか言ってないから、そうこれ、そうそうそう、えちょっと聞いて、これさ、これさもう出ないんですけど、これをなんか私本当にこの色が好きで、なんか諦めずに塗っちゃうんですよねこの色を、そう出ないんです、出ないからこれ塗れないのにこれ塗っちゃうんですよ、諦めずに、あってこれでも本当にね、なんか諦めたくなくて、本当にもったいないからもったいないんですよこれ、あんまり売ってないから買ってえ筆そう筆もね買いたいんですけど諦めたくなくて、あ筆なんでみんなそんな知ってるんですか、すごい、みんな私より知ってる、え売ってるんですけどね、そうこれ諦めたくなくて、本当にこのリップもったいない、それもったいなくてもったいなくて、私は変な塗り方をしてまででもこのリップを塗るんだっていう諦めれないのね、そう、あお腹鳴った、消化してる、そう、あいいんじゃないかな、でもガタガタですね、めっちゃ、まあいいんですけれどもいいんですけれどもみたいな、濡れたね、まや濡れた濡れた、今何時でしょうか、気になって次に進めない、壇上を読めなかったら私はやだ、壇上を読めない、優しさを愛だと勘違いしていたですよね、でも最初分からへんかも、テテ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 テ私ね曲かかってったら歌えるんですけど、一人で歌うってなったら不安になって歌えなくなるんですよそうそうそう、欅坂さん、確かに欅坂さん、ドゥルルルルよ、ドゥルルルルよよよよよよよ、乃木坂46、何があったっけ、本当に私あんま知らないんですよね、でもいい曲があるのは本当に知っている、私ほんまに今猫かもしれない、お腹がずっと鳴ってる、ゴロ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 、いったしんたい、帰り道はあれですもんね、冬曲ですもんね、うーん、キャラバンカーテンの中、今だってもちろん、えこの歌好き、あでもこの歌歌えない
歌えない曲。ああ。暑い。今日めっちゃ暑いんですけど。これ持って配信していい？なんか持たれたい。いや持たれた。めっちゃ汗かいてるのバレる。めっちゃ汗かいてるのバレる。恥ずかしい。私汗かいてるとこ見られたら恥ずかしいんですよ。ガールズ。日向坂さんか。でもあなたしか、あなたは分かりますよ。こんなにこんなに好きになっちゃっていいのと、キュン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 は歌える。コン好きは歌えます。前歌ったことあるかも。この歌でも本当にね、この歌好き。泣きそうになりますよね、この歌。そう、キュン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 、どうしてキュンキュンキュン、どうして I justね、ラストアイドル、ラストアイドルさんとかってあるんですか、これ。ある。青春トレインって、私めっちゃ私好きだったんですよね。 STU さん、あ、歌えますよ。昨日でもめっちゃ歌っちゃったからな。あ、これこの歌この前スーパーでかかってたから、歌を。ね、いい曲よね。あ、歌えるんですね。じゃあまた歌います。いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。
こんばんは。夢に色がない理由みたいな曲歌おうと思ったらなかった。ありがとう。
41分ね。41分か。どうしようかね。55分。止まった。なんで。ね、充電ない。
ありがとう。いい歌だね。この歌好きです、私。めっちゃ苦しい。暑い。え、そう、これラストかな。ラストかな、多分ラストかも。ラストです。ごめん、ラストかな。ラスト何にしよっかな。めっちゃ迷うかも。え、ラストどうしよっかな。オッケー、ラストね、これ時間があるのか。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。
がとうございました。イヤホンを外して充電をしなければ。声がめっちゃ枯れた。あ、壇上読むので、壇上5時5分だと壇上読むので、壇上のコメントを書いてきてください。乗ってる方々はお願いします。ありがとう。いや、こちらこそありがとう。なんか本当に多分実家でのカラオケ配信は今日で最後かな多分。暑い、暑すぎる。超トイレに行きたくてね、今ちょっとだから早めに終わるかも今日超トイレに行きたいんですよね。だからあのこんなに動いてるんですよ。はい、楽しかった、ありがとう、嬉しい、そうやって言ってくれて。一輪のバラありがとうございます。そうなの、出した、え、また出した、え、もう行っちゃうの、バイバイ、ありがとうね、おやすみ。そう、もちゃんの声好き、ありがとう、嬉しい。え、そう、もうすぐ終わっちゃうからね。終わるんだったらもうなんか私がお花摘みにさ行ってる間にさ12時になって切れてたら最悪じゃんか。だからそうそうそう、そうなの、そうなの。じゃあ壇上読んでいいですかね。壇上読みますね、ごめんなさい。壇上読ませてください、壇上読ませてください、本当にお願いします。では壇上読みます。13位グリーンティーさん、ありがとうございます。続いて第12位 M ヤギさん、ありがとうございます次第11位タケルン、タケルンさんありがとうございます。タケルン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 、ももちゃんかわいい、結婚しよう。うーん、ちょっと考えるな。じゃあいつしますか、500年後とかにしますかありがとうね。10位タムムさん、ありがとうございます。今日も配信ありがとうございました。こちらこそ、明日のごちゃんも楽しみ、もちろんリアタイするで、やった、明日は私はちょっと賢いももかで行くので期待しててください。次第9位ラッキーさん、ありがとうございます。今日も配信ありがとう、こちらこそ来てくれてありがとう、また来てね。8位コムタンさん、ありがとうございます。コムタンありがとう。そして7位しんいちくん、え、待って、嬉しい、しんいちくんマジで言ってるの、マジで言ってますの、ほんまに。奥村組のももか、ももちゃん気になるって、気になってほしいごめん、うるさくて、ありがとうね、また来てね、待ってます。6位カーモ F さん、ありがとうございます、ありがとう。続いて第5位直行さん、ありがとうございます。4月の生写真今日届いたよ、お、やった、チェキ当たらんかった、おかしいな赤ドレスのも買いますね、ありがとう、嬉しい、セクシーももちゃんゲットしてね、毎月本当に楽しみにしてる。それでは今日も配信ありがとうね、こちらこそ来てくれてありがとう、いつも、また明日も待ってます。次第4位良平さん、ありがとうございます。次第3位浜地さん、ありがとうございます。5月最後の配信お疲れ様、ありがとう。明日で姫路は最後かな、そうなの、関西満喫して明日のごちゃも気に張らず、気張らず頑張って、ねえめっちゃ嬉しい、優しいコメントありがとう、頑張るね、関西最後楽しみますありがとう浜地さん。次第2位流星さん、ありがとうございます。明日に備えてゆっくり休んで、え、休む、ありがとう、嬉しい、明日もごちゃ聞いててねいつもお疲れ様、駅員ありがとうございます。次第1位 F 県さん、ありがとうございます。今月も楽しい配信ありがとう、来月もよろしくね、来月もよろしくね。明日から6月ですけれども、梅雨の季節なので私は髪の毛が多分困難になると思うんですけど、こんなももかでも好きでいてください、よろしくお願いしますはい、コメント読んでいきますね。配信お疲れ様、ありがとう、嬉しい、トイレ、叩くとこが伸びた、そう、叩きました、ほっぺパチパチ、間に合った、うん、死んだ、なんで、なんで、生きよう、生きようよ、じゃあ結婚してあげるから生きようよ500年で、先すぎました、お、嬉しいですね、すごい嬉しかった、ありがとう、しんちさん、ありがとう、あなたにはいつでもいつも幸せでいてほしい、ありがとう、嬉しい、ありがとう、幸せですよ私は、配信ありがとう、はい、え、男女変わったって、え、嘘やん、ほんまにごめんなさい、うるさせ、あ、
じゃあむちゃすかいてごめんなさい。え、明日はじゃあどうしようかな。明日の1位はトラみたいなやつ、トラザの、じゃあ A 型で、ラッキーアイテムが、ヤクルト1000です。はい、みんな明日も頑張ろうね。トラザの方おめでとうございます。はい、で最下位の方ごめんなさい、ごめんなさいと、ごめんなさい、伊手座の大型の方々です。本当に ごめんなさいっていうことで、トラザなかったっけ、なかったっけ、牛座の A で A にしますじゃあ牛座の A です。 A の方々A の方々です。トラザなかったか、なかったか、ごめんなさい、トラザなかったみたいなので、お牛座の A でお願いしますじゃあ私すごくお花摘みに行きたくてでも最後までやりたいなって今ちょっと思ってきたので、最後まで頑張りたいって思ってるので、はい、そうなんです。はい、なのでみんな明日も頑張りましょうね。トラザの A の方々頑張りましょう。最下位のエテザの A の方も O の方も守れてないです。はい、頑張りますよね。本当に皆さんおやすみなさい、ありがとうございました。本当にバイバイ、おやすみ、いい夢見てね。今日も来てくれてありがとう、バイバイ、バイバイ。フォローしました、ありがとう、フォローしてくれてありがとう、フォローしてくれて嬉しいです。またね、また明日、また明日会いましょう。皆さんおやすみなさい、バイ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 、いい夢見るんだよ、バイバーイ。